はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。救済系実況者リュウです。さあ本日もアンリミットデッキですよ。皆さんこれ見てこれ見て、このデッキやばくね頭割るっていう、頭割るっていうデッキ作ってきました。あの皆さん、クーガダンっていうデッキご存知ですか？2016年とか2017年くらいかな、デュエルリンクス実装されてほんと1年とかで、ほんと環境を席巻したデッキだったんですけども、もうあの強すぎてリミットをぶち込まれましてね、でほんとやばいことになってるんですけども、クーガダンっていうデッキを今日は作っていきたいと思ってリミットを解除して使ってみました。あのね、これね、もうね、解除していいと思うわ。あのリミットをね、解除していいと思う。これダイナとかね、リミット一緒になってるけど、これもう別にいいと思う。これいつまでリミット入ってるのこいつね。まあ局所とかはリミット2でいいと思うけど、あの普通になんかあのこいつはもういいと思うわ。解除してなんかいつまでこいつリミット1なんだろうなみたいなとこあるんで、はい。で、今日は、アンリミットの、ルームを作って、でアンリミットで起動して戦うっていう、そういうね、企画になってます。まあ、何回も言ってるようにね、アンリミットのデッキをしっかりとその対人戦以外で回せるようにしていただかないと、使う場所がなくなってしまうんで、規制された後のカードを。ぜひですね、デュエルリンクス運営はね、さっさとね、リミット解除した、その、なんだろうな、デッキを、そのモブ狩りとかで使えるようにした方がいいと思うよ。毎回言ってるけどね。はい。というわけで、早速ね、やっていきましょう。局所、ビート、ドンパ、ダイナっていう魔法の呪文もね、ぶちかましていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、パンドラ君、よろしくお願いします。デュエル3倍。マジで昭和デッキ持ってきたんで。ウェッジグラフト、勝てるかバカタレ。勝てるかバカタレが。勝てるかバカタレ。ウィッチクラフト、シュミッター、はあ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 、シュミッター、はい、はい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 、いやでも、ウィッチクラフト、これ、引いてないパターンありますからね、全然、ウィッチクラフト側も、いや、めっちゃポッチ超えんね、強すぎん、ああ、そっちか、ルミナスの方ね、はいはい、ルミナスの方、で、アサシン蘇生、はい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 、いいですよ、エバリーですか、はいはい、まあ、エバリーぐらいだったら、まあいいよ、許してあげる。ウィッチクラフトマスターベールっていうあのクソメスガキだったら許さなかったけど、エヴァリーだったら許してあげるわ。あー、なるほどね、それは許してあげるわ。伏せあんの？伏せなし、伏せないでないと嬉しいね。マスターピースなしじゃん、来た。これマスターピースないじゃん、悪魔の章、はい。でエクスチェンジ、はい。いやそれ無理でしょ、動けないでしょそれ、動けない。よし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 、弱いぞ相手、弱い。あ、エネミーコントロール来た、勝ちか。クーガダンの剣士ビートを召喚、ビートの効果発動、ビートの効果によってドンパを特殊召喚させてもらうぜ。そしてビートの効果発動、ビートの効果によってクーガダンの豪傑ダイナを手札に加えさせてもらう。そしてドンパの効果発動、ドンパの効果によってクーガダンの豪傑ダイナを特殊召喚、ビートドンパダイナこれはチェーン順的にお前のフォーチュナディエバリとかいうどうでもいいモンスターは除外できるぜ。おい、あー、なるほど。サボタージュで蘇生された目ですがこうだな。はいはい、オーケーオッケー。この神ゲー、キザの力発動だ。これが昭和最強デッキだ。ダイナはマジで神、大変ありがとうございました。あれ、まさかこのデッキ、さてはこのデッキ強いな。さあお相手の方、黒、ね、はいはい、ブラックフェザー、なんだろう、30枚か、知らないかな、あー知らないだ、知らないのモノノベイでしょう。モノノベもね、言うてね、スキルが弱くなったんで、レベルコピーとかレベル上昇とか、あのレベル加工とか、あのレベル操作する系のスキルがなんか、あのライフポイントを1500からなんか払わないといけないっていうね、あのそういうルールになったんですよ。なんで知らないとか言うてそんなに怖くないっす。言うてその初手いきなりホムラ神とかできないんで、相手であやかし神知らない方がいいでしょう。あやかし神知らないでいいでしょう。であやかし神知らないでワンドローワンステしていくのはいいでしょう。
釣り天井もいいでしょう。セットいいでしょう。セットいいでしょう。オッケーいいです。全然いいですよ。全然いいですよ。全然いい。全然いい。とりあえず挨拶するわ。おはようございまーす。局長ビートドンパビート効果局長ビートドンパダイナ。皆さん知ってますか、局長ビートドンパダイナという呪文、これがね世界最強戦術です。局長ビートドンパダイナ。強すぎか、強すぎるのではこのデッキ。世界一強いわこのデッキ、世界一強いわ。ちょ空画団でリミット解除できたら、あの空画団でランク戦やったらデュエルキングになれるね。あと見たね俺は。最強ですねこのデッキやっぱり。さあお相手の方10代くん、新たな宇宙。なるほど、ネオスか。局所来すぎ、挨拶来すぎ、挨拶できないやつはクズ。あーでも弱い、相手弱いな。勝ったか、それは勝ったわ。挨拶していく。イージー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 。ヘッドジャッジング、なにてめえ、局所対策カード入れてんじゃねえぞ。ビート行くしかねえ、ビート行くしかねえ。そしてビートの方が発動、頼む当ててくれ。コインは裏だ、ふわったーターンエンド。キショイキショイ、あのカード、あのカードキショイって。助けて誰か助けて。耐えたなんか耐えた。待ってこれどうすればいいんだろう。ブラーボ来た、ブラーボ寮のボンサバドチャンネル、ドンパ召喚、ドンパ効果発動、ドンパの効果ヘッドジャッジングいいだろ。そろそろ裏だ、来い。はい、危ねえ。ガチで危ねえ。こうしてで、ドンパ効果、お前のモンスターを破壊させてもらうぜ。そしてシールの効果、ブラーボ特殊召喚、よっしゃシール効果、ビート回収、オッケー。好きな発動分からしてやる。ヘッドジャッジング1枚では勝てないっていうことな。くらえ、ベイルは入ってるかもしれないから一応こっちからか。逃げ、なんかある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 、なるほど、なんかある、なるほど、クリボールか、ボールか、なるほど、いいだろう、楽しいよ。いやでも言うて相手も事故ってる臭いっすねこれ、事故ってる臭い、事故ってる臭い。あ、竜魔道、あ、竜魔道はやばい、竜魔道はやばい、フェイバリットヒーロー、なるほど、ネオスフュージョン、やばいぞ。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、ちょっとキツネだけやめてくれ、キツネだけやめていただきたい、やめろやめろ。あ、エディチェンじゃん、キツネ入ってないですか、ぬる系じゃないそれは。あーなるほど。あなるほど、あなるほど、あなるほど、ヤクザっていうことでよろしいですね。